アーノルド・ウルセンはアメリカ合衆国モンタナ州出身の政治家、民主党員。1961年からアメリカ合衆国下院議員を5期務めた。1916年12月17日、モンタナ州ビュートで生まれた。母アンナと父アルバート・ウルセンはノルウェー系移民であった。ビュートの公立学校に通い、1934年から2年間、 モンタナ鉱山学校に通い、1940年に、水浦のモンタナ州立大学法科大学院を卒業した。第二次世界大戦中は、海軍で4年間の海外勤務を経験した。1942年8月、オルセンは、陸上休暇中に、ビュート市のマーガレット・メアリー・ウィリアムズと結婚。二人の間には三人の子供が生まれた。1940年、 弁護士事務所を個人開業した。1948年には、モンタナ州司法長官に選出され、1952年に再選された。1956年に、モンタナ州知事選に出馬し、民主党予備選挙で前知事のジョン・ボナーを僅差で破り、総選挙に進出して、現職知事のヒューゴ・アロンソンと対決した。選挙戦は接戦となったが、オルセンは僅差で、 アロンソンに敗れた。その後、モンタナ州最高裁判所の最高裁判事に立候補したが、現職のジェームズ・ティハリソン判事に僅差で敗れた。1960年、リーメトカーフ会議員が上院への蔵返り候補を表明したため、オルセンは空白となったモンタナ州第一選挙区に出馬した。オルセンは共和党候補のジョージ・ピーサーズ・フィールドを破り、 初当選を果たした。1970年選挙で、水浦市長のリチャード・シャウプにわずか1213秒差で、敗れた。1972年会議員選挙にも出馬し、シャウプとの再選に挑んだが、今回は12300票差で落選した。1974年にも、会議員選挙に出馬したが、民主党の予備選挙の段階で、マックス・ボーカスに大敗した。 オルセンは1977年にトーマス・リー・ジャージ知事からモンタナ州第2司法地区の裁判官に任命され、1990年に亡くなるまで務めた。ありがとうございます。